ごい、みんな早起き。早起きさんばっかりだ。おはようございます。すごい、みんな早起き。おはようございます。ゆみりんが5時をお知らせします。5時です。外は真っ暗です。外超真っ暗。前に起きた、えらい。うん、みんな元気。今から仕事に行ってくる。早い。気をつけて。気をつけて。あ、今日からエスティーカフェなのか。楽しみだね。お、みゆみゆも始まってる。早っ、みんなね。関東の方はぜひカフェで、そして広島の方、瀬戸内の方は今日のシチューレンツに、私久しぶりにシチューレンツに出演します。はい、なので、あ、もう目慣れてきたかな。ちょっと暗くしてたんですよ。えい、これで少し暗くなった。割とね、すんなり起きられました。割とすんなりなりなりだった、まあ、これからきっと移動中とかに眠気が襲ってきて爆睡なんだろうなとは思いますけど。そう、良きかなでした。あ、ラオちゃんとつけた。気がついてくれました。ラオつけました。こういうのは普段の言葉遣いがやっぱり生放送で出るから、そういうのを普段からしっかり、もう他のアイドルとは違うから、ね、他のアイドルとは違うっていうところを、なんかそういうところでなんか出していけたらいいね。ちょうど勉強もしてるし、はい、そう、リツイートしてって言われてたんだ。なんかリツイートしないといけないのがあって、ちょっと朝早いけどリツイートするね。何これ、ほう、3月3日の
いいねしてるんだけどな。リツイート、はい。3月5日までに ST48 のライブのプレミアムチケットをご購入の方の中から抽選で5名様にサイン入り一人ごとで語るくらいならオリジナルクリアファイルをプレゼントだそうです。今リツイートしたので、ぜひ。あ、すごいみんな反応してくれてる、ありがとう。これ超レッスンの合間超レッスンの合間に撮ったやつ。今日までかじゃあ。そうなんだ、ぜひぜひぜひ検討を、ご検討を、なんて言ったらいいんだろうな。ちょっと待って、もうキャリーケース持ってくるわ。私朝準備する人なんだよね。キャリーちっちゃい方でいいかな。よっ今日は勉強道具もいる、めっちゃ持ってかないといけないから、もう絶対こっちじゃないと。肩が壊れるんだよ、楽器あるし。あ、懐かしい。見て、前の手帳入ってた。去年の手帳が入ってた。うわー、2019年。うわー、これ幻の。ノーウェーマン？あの、この辺はやってるのか。ノーウェーマンの。話し会じゃない、握手会。すごい、3時でめっちゃ完売してる。3時4時で、再販1時とかでも、ね、めっちゃ完売してる。ありがとう。そういうのもメモってました。2019年の手帳、豆なかった、豆に残してるね。あとは、あ、楽天始球式とか書いてる。10月5日、懐かしい。の次が大磯ロングビーチ。うわ、センチメンタルトレイン、何したんだろう。その次の日が鉄道の日イベント。ST48 の数に限りがございます。うわ、忙しい。私楽天始球式して東京行ってにゃんにゃん。あ、舞台まじむり学園。うわ、懐かしいな。カレンダー PR 配信した、荻生香さんとした。陸上公園、アリちゃん生誕祭だって。あの次、あ、10月26日、陸上公園由美子生誕祭の次の日に兄ちゃんとご飯に行ってるなんか誰とご飯に行ったかとかも書いてるの。この日に美容院行ったとか。11月1日、あかりんちでタコパ、陸上公園、前波生誕祭。あとはゆりと日本従事者日本広島支部への贈呈式。その次の日、ふーちゃん生誕祭。まだ陸上公園やってた時だ。ノーウェーマンレッスンだって。まあ、ごめんな、ごめん。さっき生誕祭。へぇ。あ、センチメンタルトレインって、あれだ、センチメンタルトレインの握手会ってことだ、これは。難しい。
しいね。この頃から、あ、セカンド MV とか書いてる。え、あ、うわー、うわ、私のスケジュール、お話、握手会、握手会、握手会、レコ隊のコメント撮り、あ、この握手会、握手会、握手会の夜に振り入れしてめっちゃ泣いて、次の日の、そうだ、レコ隊コメント撮りめっちゃコメント入れて、その次の日歌コン、その次の日ベストアーティスト、ノエマン発売日、その次の日に北海道日帰りして、その次の日 M ステラジオ取材2個、その次の日が岡山まで帰って中電のライブして、その次の日から MV だった。で MV 終わってそのまま東京行って FNS のリハして、雑誌の取材して、その次の日に FNS 本番出て、その次の日に陸上公演出て、その次の日も陸上公演、あー頑張ったね、頑張ったね、本当に死んでた。そっか、12月はこの M ステスーパーライブとか。わ、 STU48 のナナちゃん、やっと AKB ビンゴ収録だって。うわー懐かしいね。でもこの頃から自分のその色分けが変わらないのですごく見やすいです。仕事は水色、その当日に放送されるもの、発売されるものとかは黄緑で、あとはなんか誰々とご飯に行ったとか美容院に行ったとか、プライベートのことはピンクで書いてる。マジモリ学園見に行ったとか、なんさんとか、そう、赤にちでタコパーとか、整体に行ったとか、赤にとご飯とかも全部書いてる。なんかさ、2月13日にさハートがしてあってさ、日付に何って思ったらセカンドシングル発売日だっただってはなんか日付にハートしかしてないんだもん。めっちゃおもろい、めっちゃおもろいんだけど、そう、にもう日記みたいな感じ。なんか今日はこれをしました、楽しかったですとかじゃなくって、これをした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 が全部書いてあるから、今はスケジュールの言い訳してない、今と一緒でって言ったってことは今もしてますよ。そして荷物を詰めましょうか。これはあさっき着るやつ、これはあさって着るやつ、楽譜いる、楽譜
フ、あパック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 、あとレッスン、レッスンリハギ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 が一番ねかさばるんですよ。聞いてくださいよ。えてかもう18分なの、早っ。もう朝は早すぎる、本当に朝早い。まあこれ、このクリーム持ってこ、私が愛用してるクリーム、クリームとあとこの美容液、このクリーム、これも持ってこ、あ、これはこっち、この次はこっちなんで、これではこれも持ってこ、あ、もうそろそろなくなるな、病院に行かないといけない、すでになくなっちゃう。これ大したもんじゃないけど、大したものではないんだけど、下着類と明日着る服、明後日着る服、あ、メイク落とし、私いつもメイク落としね忘れるんだよね、メイク落としとあれトリートメント。こんなに朝優雅に準備できることってあんまりないと思う。メイク落としと、私の今愛用してるメイク落としはファンケルです。ここ開かない、これはここ開かないの、ここ開かないんだ、ないんだ。これ吸ったりするかな。衛生面上は無理よくないけど。あ、吸ってくれてる。え、でも地道だ、やめよう。これごと持ってきます。お母さんの裏技はここのトピッをなくしたときは洗濯バサミで止めると。プシュって出ないよってママが言ってました。それ洗濯バサミがすぐ出てこないときはこれだけビニール袋に入れなさいってママが言ってた、ママが言ってた。これ持ってきた、これの袋に入れます。
これとあとズボンがあったらあさっては完璧です。画面から消えすぎたので滝の登場もう24分なの？早ない？なんで早いの？いやこれは罠だ、神様の罠だ。朝だけ多分1分って30秒なんだよきっと。まあでも全然余裕のよっちゃんだ。言うて余裕のよっちゃん。そう、休憩。そんなこと、いやみんな常識に騙されちゃダメだよ。常識に騙されたじゃダメだよ。実は1分って30秒なんだよ朝って、特に5時台。あ、靴下は何履くんだろう。ありがとう、靴下忘れるとこだった。この前泊まりの時にみーちゃん、あ、みーちゃんに靴下借りて返してない。これみーちゃん今片っぽずつしか持ってない。でもわかんない、みーちゃん私どの靴下借りたかわかんなくなっちゃった。みーちゃん、みーちゃん靴下どれ借りたか覚えてない。みーちゃんがなんかめっちゃ余分に持ってきてて、一泊とかなのになんか3足ぐらい持ってきてて、だからなんか2足ぐらい余るから、なんかあ明日使うみたいな感じで言ってくれて、しかもちょうど同室の時に、だから弓ラーした。うーん、朝の水美味しい、しかも常温。ぷはーぷひゃー、伸び容器持ってこっかな。でももうでこんなに少ないからこれだけしかない。どうしよっかな、持ってこっかな。これめっちゃいいやつ、いいやつって私がすごい愛用してるやつ。あ、500系のモバイルバッテリー持ってこう。あとはペン、ペン忘れちゃいかんよな。開け開けてくれるんじゃ、これは開いてないよ、普通のやつ。中に、あれ、入れて、これ入れてるだけ。ストロー入れてるだけ。よいしょ。勉強道具を入れていきます。これ洗濯したてだから超いい匂いだ。好き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 愛してる、好き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 洗いたての服
あ、これ持ってるかな。入ってるパティーノとかね、一応持ってこ、一応持ってこ。これは、あ、でもこれに勉強、いやどうしようかな、いやーやめとこ。これに勉強道具入れてガラガラの上に置いていいなと思ったけど、それ自分が目にいいやつかな。これどうやって飛んでたっけな。あーそっちね、そっちね。これどうやって飛んでたっけ。なんかここでね、ギッてなるの見て、これなんか折りたためるようになってて、でも折りたたみ方を忘れちゃったよ。え、知らないんだけど。なになになに、あ、できそうできそうできそう。あ、でもペン入ってるから折りたためないや。いっぱいペン入ってるから、よいしょ。とりあえずそう見て見て、醤油こと、醤油入ってんの。これちゃんと洗ったやつだから可愛くない？洗って新幹線の中で洗って入れたの、可愛くって。好きだからそういうの、おもろくない？それからずっと入ってる。崎陽軒のシューマイのやつあるあるじゃない？洗って家に置いとかない、あれ。私だけ？でも毎回やってたらもうとんでもないことになっちゃうから、たまに。これあれなんだよね、 N700S 走り始めた時限定の N700S のデザインのやつがあって、でもそれ限定のやつだったし、その期間全然東京行けなかったから買えなかった。向こう限定だった。よっ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 。ヘアアイロン持った持ったよ。30分経った。知ってるよ、テレビついてるから知ってるよ。何分経ったよ。報告はあまりすかん。私も時計はある、家に。薬がない。袋ごとじゃなくて、いいか。ただ今定期的に戻ってくる。目薬、目薬ポッケの中入って、すごい。朝からみんななんでこんなに起きてるの？すごいな、世界の人たちってすごい。これね、あれなんですよ、シュガースクラブ。美味しいんですこれ。これダラダラしてて、あの角質取ってくれるやつ。
うん、永遠としちゃうこれ、気持ちよくって。私のために起きたの？ごめんね、ごめんね。寝て、私が言ったら寝て。じゃあそれは約束ね。あなたに会いたくて、あなたに会いたくて、お出かけの時、泊まりの時は荷物必要最低限で、今日はあんまり私服は映らないから、もう普通に一番軽そうなワンピース。足サブ。これも洗いたてでいい匂い。あ、着替え早。そう。ありがとう。私だっていつも朝起きて5分で家出るんですけど、着替えて顔洗って歯磨くだけなので5分で済んで。あとアイドルしてる子って早替え得意なのかもね。うん。靴下入れてこよう。そんな感じです。靴下は余分に持ってって向こうでこの組み合わせで履こうかなって悩みます。靴下とパンテ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 、あ、すごい、半分教科書で埋まっちゃったキャリア。あーだよね、そう、昨日寝る前に地震あったって見たね、らしいですね。よいしょ、この一個大きいキャリーの方が良かった。ちなみにその限定のサイン入りのやつ、こんな感じのクリアファイルです。ひとりぼっ
語るくらいならば黙ったまま何かしよう今の場所で話そう。どうしても言えるものに限り声忘れないうちに覚えて限りがある心の中世界を探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には夢に気づく者はいない。ぶつぶつつぶやいてたって誰かに耳を傾けるんだ。それも続いての説明これいらない。僕以外いなかった最初の反抗は空気がすがすがしい。一人でいるのは心細いけど新しい。これ3月発売。新しい世界だ始めるのは語ってるだけより意味あることだと思う。目をつぶって憶測で語るな自分自身で確かめてみよう。資料多いです。プリントがね多いんですよ。なんかファイル持ち歩くのあれだから。あでもどうしようかな、こっちのファイルは持ち歩こう。えい風を感じながら深呼吸を一つする。現実に僕は立ち向かおう。その全てを受け入れて幸せは想像じゃ見分けつかない。次の電車は何時なのか忘れ物を思い出して僕は何を今すべきか。忘れない。みんな私が配信終わるときにサックス忘れないって言って、みんなの合言葉はサックス忘れないです。あれ場所がどこやったんだろうな。これつけたままいきそうだな。
閉めるのは固くて避けるに で、いいよ、これ持ってかないからもう爪のとこ。グリ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 。グリ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 。あ、西日本から東日本、傘の出番だって。今日雨降るらしいよ、みんな。傘持ってって。この配信を見てるあなた、傘持ってって。充電器、充電器は充電してる。携帯充電してる。あとはこのリップはここに入れる。ここに入れちゃえ、入れちゃえ、入れちゃえ、入れちゃえ。で、あ、そうだそうだ、パジャマ探してる。持っていく用のパジャマがあって、そんなのがあってんねん。でもな、でもな、どこにあるかわからんねん。せやねん。なあ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 、あんね、古文単語も持ってこう。古文単語は持ち歩こう。いやー、偉い、持ち歩こうなんて偉い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 、超偉い、もうマックス偉い、もうバリ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 偉い。やばい、私は55分までに出ないと絶対間に合わないから、50分過ぎに終わる予定。探したで、探したで、うん、いいや、足見せちゃおう、足見せちゃおう。あ、やばい、入らん。これはこれはこのキャリーには入らん。頑張ろう。あ、もう諦めよう。これ使っちゃおう。さっき畳んだやつ、さっき畳んだやつを使っちゃいます。もう入らないか。ただいま。
か持っていかないといけないものがめっちゃ多くって、服系で、服、お洋服系で持っていかないといけないものが多いと一番かさばりますよね。そんな感じ。いいね、忘れ物ないね。あとサックス、あとサックス。あとサックスだよね。ズボン入れた。ズボン入れた。ズボン入れたね。ズボン入れたね。ズボン入ってる。はい、カラー大丈夫。服ある。明後日の服ある。明日の服ある。マンツー入れた。靴下入れた。服まで入ってる。勉強道具。あ、この距離閉まるかな。あ、閉まった。閉まってない。閉まった。え、重っ。サックス、場所忘れない。サックスと、あとそこの携帯たち。はあ、皆さん、私の朝の準備にお付き合いいただきありがとうございました。私は少々旅に出てきます。探さないでください。今日の夜のショールームはできるか分かりません。これは髪のビルド知るって感じです。言えなかったけど今、髪のビルド、髪のビルド知るって感じです。あ、マウスピース、マウスピース。ちょっともう最後に、まあ、いいや、終わってからつけよう。マウスピース、はい、これも持ってこう。これも持ってこう。今日日焼けするかな。はい、はぁ、頑張った。それでは最後までありがとうございました。13位フォーコ、香港さん、ありがとうございます。あ、ちょっとマスク取ろう。はい、12位エリュール丸さん、ありがとうございます。11位ナドさん、ありがとうございます。10位ユウヤさん、ありがとうございます。9位ストーンクロスさん、ありがとうございます。8位トウさん、ありがとうございます。7位ハルミンさん、滝の上こかみし、ありがとうございます。6位マイリンさん、アイキャンストップラビングユーユミリン、ありがとうございます。あ、アイキャンストップラビングユミリン、ありがとうございます。三日月さん、フェアリーファンが忘れんといて言ってます。玄関でもう待ってます。首を長くして、ありがとう。4位ヒロさん、ありがとうございます。3位ガンバレットさん、ありがとうございます。ニコラさん、おはよう。 I love you、 I love you、 ありがとうございます。そして第1位が元気さん、ありがとうございます。今日のラッキーさんはなんなんせいさん、ありがとうございます。タックス忘れないで、ありがとう。タックス玄関で待ってるので迎えに行ってきます。あとはもう忘れ物はないな。あ、これ忘れるとこだった。ないよな、ないよな、ないよな、ないよな。はい、それでは最後までありがとうございました。今日も一日頑張りゆみりん。それではありがとうございました。行ってきます。イヤホンもある。行ってらっしゃい。行ってきます。バイバーイ。